はい、皆さんこんにちは。今回は紫バトルスピリッツの紫のデッキ紹介をしていきます。無魔速攻って言われてるデッキタイプですね、こちら。まず中身からいくと、こちらからサンデミリオン、冥府の三挙とサンデミリオンが2枚で、こっち、ガイマインプが3枚と、ブロンズメイデンが3枚で、ボーントプスが、2枚で、ボーンダイルが3枚で、ソードールが3枚で、ソウルホースが3枚と、ターザニアグレートが3枚で、クイックモスキートが3枚です。で、続きましてブレイブがスカルガルダが2枚で、マジックがデッドリバランス2枚の、走行機弾が3枚、マークオブゾロが2枚で、インフェルノアイズが3枚です。で、ネクサスが旅団の摩天楼3枚だけ入ってます。でも、このデッキはあれですね、フィニッシャーはこのサンデミリオンで、ほぼ無まで組んでますね。ソウルホースとかターザニアグレートは違うんですけど、他のこの真ん中5種類は無まで組んでます。で、インプが入っている関係上、467ですね、467のスピリットが入れないんで、入れられない、入れて召喚すると自分が食らっちゃうんで、3コスト対応組んでます。で、初手で動けるカードっていうことで、ここら辺ですね。で、召喚時効果はツバメ返しとか踏むと手札がほとんど墓地を食られちゃうんで、召喚時効果は少なくして、ボーンダイルとインフェルノアイズですね、ここを最速で組めるように組んでます。で、ソウルホースは、ボーントップスの、ラッシュ用ですね。はい。で、あとターザニアグレート、頭数が稼げるってことでターザニアグレートが入ってます。で、スカルガルダとかはサンデミリオンにくっつけるとトリプルシンボルになるので、スカルガルダですね。あとはマジックはここら辺ですね。破壊時効果を目に入れてます。はい。あれですね。関西の CS が1ヶ月切ってるんで、そこに持っていくデッキの候補の一つとして、このデッキを組んでみました。はい。紫作るの久しぶりなんで、変なところあったら教えてください。では、ご視聴ありがとうございました。